はい。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。このビデオは第6週ですね。第6週 JF スタンダードの第4本目のビデオになります。ここでは A1 から C2 までのレベルについて話をします。はい。JF スタンダードには、こういうふうにですね、A1 から C2 まで6つのレベルがあります。で、この、ここに書いてあることは、 その、えー、6つのレベルが大体全体的にどんな感じなのかということですね。これも CAN で始まってますから、これも CANDUE statement です、えー。ここに英語版があって、こちらに日本語版があります。これは YouTube のあの、えー、この画面の下に書いてありますから、あのリンクを開いてみてください、えー。さっきのは全体的なレベルでしたけど、えー、もっと細かいことにも一、えー、つ一つレベルがついています。 例えばこれはプレゼンテーションのキャンドゥですね。プレゼンテーションのキャンドゥで一番簡単な A1、AH、の場合は非常に短い準備して練習した言葉を読み上げることができる。例えば話しての紹介や乾杯の発生などこういう一番簡単なキャンドゥからこっちの一番上の方は話題について知識のない聴衆に対しても自信を持ってはっきりと 複雑な内容を口頭発表できるみたいにすごい難しいことまで、えー、できるようになるわけですね。こういうふうに6つのレベルがあります。はい。で、皆さん JLPT との関係がね、すごく気になると思うんですが、えー、JLPT と、あのーえー、この JF スタンダードのレベルは、えー、はっきり分かれて、あのー、いるわけではありません。 えー、例えば N5 が終わったらもう A1 ですよとか N5 が終わったら A2 ですよというふうに決めることは、あの、決まっているわけではないんですね。えー、少しずつこういうふうに、あの、もちろん N1 の方が難しいことまでできますけど、えー、何級があ、N の何が、えー、レベつまり JLPT のどのレベルが、えー、JF スタンダードのど,どのレベルというふうに決まっているわけではないので、そこは注意をしてください。 興味がある人はこの詳しい論文という、これもね、あの、リンクをこの YouTube から貼っておきますので、興味がある人は見てください。はい。レベル別のサンプルというのもあります。これはですね、声です。実際に話している音声のデータが、それがどのぐらいのレベルなのかというのを、えあの、聞くことができます。例えば、この A2。 A2 レベルはどのぐらいなのかっていうのを聞きたかったら、ここを開いて実際の音声を聞いてみてください。えー、C の位置がどのぐらいのレベルかっていうと、ここをえ開いて聞いてみてくださいね。この三角は、あの、うまくできなかったっていう感じですね。えー、丸が少しできた。で、この二重丸があ、あの、えー、全部できたっていう、そういう感じです。はい。えー、それから、皆さんがですね、 えー、コースデザインをするときは皆さんが、あの、この c a n d o を書きます。その書くときに、これはどのぐらいのレベルなのかということを、えー、考えなければいけません。そのときに、例えば、えー、と、A2 ぐらいだったら、あの、えー、ここに書いてあるようなことを入れたら、だいぶ A2 らしくなってきます。で、これ、二つ前のビデオで話しましたが、c a n d o ステートメントには四つの、えー 内容が入っているのが普通ですね。条件、話題、場面、対象、行動。こんな風に4つがありますで。そのそれぞれについて、えー、このレベルではこういう条件。C2 だったらこういう話題や場面。C2 だったらこういう対象。C2 の行動だったらこういう行動。というふうに、えー、あのその特徴的な、えー、書き方が書いてありますので、えー、皆さんが CanDoStatement を書くときはぜひこれを え、参考にしてください。はい。あの、今日のビデオにはたくさんのリンクが貼ってありましたが、このビデオ、ビデオの下の方にですね、こういうところに、あの、今日ご紹介したリンクを貼っておきますので、興味のある人は、ぜひ、こちらも読んでみてください。はい。それでは私の話はこちらも、ここまでになります。フィルミレンゲー。